はい、どうも皆さんこんにちは、しもりです。はい、ということで今回の動画なんですけども、皆さんサムで見てもらったら分かる通りに山本由伸投手使ってみた。はい、ということで、この前ですね、やっとこう当てました山本由伸投手を、しっかりレベルマックス特訓マックスで、極みになったんで、これリアタイ使っていこうと思うんですけども、まあこれ強い、球種が強いで、あの山本由伸投手打たれちゃうんだよっていう方はぜひこの動画見ていただければ、どうやって抑えるかが分かっていただけると思うんで、まあ、先発で2試合やっていこうと思います。で、特能ですね、一応544ということで、レベルが544ということで、まあ、あのこのレベル42つはちょっと許してください、すみません。まあ、これでもしっかりと、特能出ますんで、見ていただければと思います。まあですね、先に称号チャレンジやっていこうと思いますので、画面切り替えます、どうぞ。はい、ということで、称号チャレンジですね。山本由伸投手1体で1回しかできませんので、まあ、欲しい称号は、勝利の使者、強心臓、まあ、あとはですね、請求が上がる、称号が来ていただければ、私は今日何でもいいんですけれども、レベル3とレベル4が一度も出たことがないので、それを今回は、極意書なしで、しっかり出していけたらなと思っておりますので、15%、10%、これを当てていきたいと思います。ということで、勝利の使者来いということで、いきます。さあ、来い。はい、来い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 、キュピンキュピンキュピン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 、おお、来た来た来た、勝利にしよう勝利にしよう、うわお、本格派。いや、初星さんですけども、92アップ追求1アップで、まあ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 全然いいでしょう。ということで早速リアタイやっていこうと思います、どうぞ。はい、よろしくお願いします。ということで第1試合なんですけれども、高校なんですし、先に、山本由伸投手のピッチングを見せていきたいなと思うんですけれども、まず山本由伸投手の特徴なんですけれども、この高速スライダーあるじゃないですか、この高速スライダー、この高速スライダーと、このシュート、この高速シュートが、これの見分けがつかないんですよ、どっち曲がるかっていうのが。なんでこれを使っていくっていうのがめちゃくちゃ強いと思うんですよ。なんでこの高速シュートをこのアウトコースのコラインとかに投げると、スライダーだと思って振るんですよ、こういうの、ほらこういう感じで、今みたいな感じで、これが強いんですよ。ツーシームスプリットも確かに強いんですよ、確かに強いし、強打者があって特殊能力 でそれですげえスピリッツを落としてくれるのもあるんですけども、この高速シュートとスライダー、これが強い、マジで本当にこれをおすすめしたいと思います。なんで、これカットボールじゃねえや、カットボールじゃないですけど、すみません、今ちょっと間違えました。で、このカットボールもまあまあまあ使えますけど、この高速スライダーが、ここに投げると、これ多分シュートだと思うんですよ。あ、シュートだって思うんですけど、スライダーして、これ打ち損じるっていうのがあるんですよ。OK。おい、全部見て、マイナス37、マイナス23って。えぐくないですか、えぐい。で、この高速スライダーを多投していきます、私は。で、たまにこれ、ツーシームを投げていく、これが大事。で、相手の方ってやっぱり速い球張るんですよ、ツーシームする、それをかいくぐっていく。はい、ということで、まあまあまあ、バッティングはね、さておきまして、バッティングはさておきましてですね、しっかりピッチングで山本由伸投手を抑えていきたいと思います。で、今、高速スライダー見せたじゃないですか、で、まあ、ちょっと、これ、踏んないでほしいんですけど、これ、踏んないでほしいんです、振っちゃう、まあ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 、でも強いです。で、このやっぱりシュートを、シュート、この高速シュートをここに投げるんです、そうするとこれ、あ、高速スライダーだなって思うんですけど、残念、シュートでした、みたいな、これができるんですよ。打者目線で見てもらえば分かるんですけど、本当に高速スライダーと高速シュートが分からない、本当に分からないです、OK。まあ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 、しょうがないでしょう、しょうがないでしょう、打てないのはしょうがないでしょう、まあ、バッティングはね、水もんなんで、打てないときは打てないです。なんですけど、バッティングじゃねえ、ピッチングはしっかりね、投げていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。OK! やっぱりこのカットとシュートが地味にうるさいんですよね、本当に、個人的に。もう本当に、あれ分からんってなるんですよ。OK! ファール。で、あとはもうスプリットフォーボールで、これで抑えられるんで、はい。あ、入っちゃう、あぶねえ。これをしっかりボールに投げる。ボールでいい。ボールでいい。あ、OK、OK、OK、そういうボール。OK、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 OK。いいね、いいね、いいね。いや、強えな、やっぱ特のお化けです、山本投手、改めて分かりますけど、めちゃくちゃ、ミパの能力下がり、マイナス14、マイナス23、もう、強打者っていうだけで、ね、この高速スライダーが強い、はい、これ、シュートだと思う、ほらね、やっぱりシュートだと思うんですよ、本当にこれがシュートだと思っちゃうんですよ、でも、マジで強いんですよ、山本さん、山本由伸投手で、このスプリット。
とツーシームが強いと思われがちなんですけども、実際強いのはあの高速スライダー高速シュート、これが強い本当に。オッケー、惜しいですね。まあ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 こういう時もありましょう。あ、まあまあまあこれまあまあまあ甘く投げるぐらいだったら厳しく投げましょう。ルイ、あ、オッケー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 。で俺で高速シュート投げる、堂々と高速シュート投げる、ここで、あ、いいね、危ねえ。でこれでここで見せます、これでどっちか分からないの投げます、これほらね、ここでどっちか分からない、はい、シュートスライダーアイス、あー惜しい、今のな、今のミス下がったっすね。見ててください、これいきますよ、高速スライダーか高速シュートかどっちだっていうの、ほら相手に任せる、あーこれはちょっと、あー、まあ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 、でもこういうことっす、これだけで強い本当に、打てないやんけバカがってね、そういうコメントをする方もいるかもしれませんが、まあそれが私の実力ですけど、はいさよなら、 OK、 はい、ということで山本由伸投手しっかりと使っていきたいと思うんですけれども、まあね、先ほど1試合目でも言ったんですけども、高速スライダーとシュートをしっかりとね使い分けていくことが大切ですということを皆さんにお届けしたいと思います。でここをこうやって高速スライダーで、ここでもう1球高速スライダーかなと思いきやのシュート、これ多分振ってくれると思うんですよ個人的に。ああ振らないか、でもまあいいボールだと思うんで、まあ、あんまりそこに頼りすぎるとあの、ね、バレちゃうんで、しっかりいろんな球種を投げていくっていうことも大事だと思うんですけども、まず、あー、甘い、レフト、OK、はい、全部出た、マイナス33、マイナス22、マイナス33のマイナス22はやばい、でこれ、手出ないと思います、これ、あー、ボールかー、ボールかー、でもあの、本当にシュートとスライダーを皆さん、あのしっかり多投してください、OK。まあ、それが大事だと思います。でここで高速スライダーの曲がり幅でシュート、ああやばい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 、バカ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 、あぶねえあぶねえ、ホームランじゃなくてよかった、今マジホームラン、今のホームランじゃないだけマシで、やっぱり個人的には左バッターの方が投げやすいんですよね、どちらかというと、どちらかというとですけども、まあね、そこはまあ否めないところなんですけど、右バッターにはしつけ、このインコースのライン上にここにツーシームファーストとスプリットを投げていくっていうのもまあ有効だと思います。ここそうそうそう、今のところで、こことあとここにスプリット、オッケー、ベストピッチ完璧、あー甘い甘い甘い、オッケーオッケーオッケー、でここでシュートをかまします、シュートをかまします、ここでシュートを右京、右京、全身守備を直すのを忘れておりました、全身守備で外野全身を直すのを完全に忘れておりました、バカですね、はい、ああいうところをしっかり直していくっていうのも大事な、リアタイで勝つために大事なことだと思うんですけど、打たれたシュートもいっぱいつなげていく、 OK、 でこれでシュートかと思いきや高速スライダー、これはいシュートかと思いきや、ほらね、ほらあれ振るんですよ、あれを振ってくれるんですよ、あれを振ってくれる、本当にそれがでかい、山本投手マジで強い、あそこが正面線ですね、あそこの高速スライダー振ってくれるなら嬉しい、最強、はい、ということでしっかり、裏に山本由伸投手を見せるためにここを打ちます、バカマジ菅野投手苦手すぎるだろ俺本当に苦手、変化量マイナス1なんでいきます、まっすぐまっすぐ、あれ打っちゃダメ、ボール、オッケー、本当に菅野投手一番嫌いかもしれない、このスライダー、スライダーの投手が嫌いだな本当に、ああダメだマジで絶対打とう、マジでちょっとリラックス、ああマジで打とう、山本由伸投手絶対見せるんで絶対打ちます、ボール、オッケー、集中マジ集中マジ集中集中集中、ああ